皆さんこんにちは。5月18日火曜日夕方5時になりました。ラジオの中の会社スカイロケットカンパニーと申します。私マンボウヤシロと申します。だいぶ暖かい日、暑い日なんかも続いておりましたが、5月に入ってから昨日あたりからの湿度がすごくてですね、全国的に、梅雨入りもしておりますし、関東もですね、今週はかなり、週間予報を見ていると雨模様でございます。もしかしたら梅雨入りももう間近してしまうんじゃないか、振り返ったらもう梅雨入りしてたんじゃないかなんという、そういうせめぎ合いの日ぐらいでございますが、とにかく湿度が高いです。私もですね、昨日は我慢したんですが、お風呂上がり汗止まらなかったりもしまして、今日はですねもう耐えきれずにエアコンのドライを今年初めてちょっと回しながら家で作業をしておりました。皆さんどうでしょうか。そしてですね、この楽曲から今日は行きたいんですけども、バンプオブチキンでございます。今年2月11日に結成25周年を迎えました。アニバーサリーイヤー第2弾シングルはですね、 NHK 連続テレビ小説おかえりモネの主題歌でございますので、もうすでに朝聞き始めてるという方もいるんじゃないんでしょうか。さあ本日のスカイロケットカンパニー1曲目はですね、昨日から始まりました NHK 連続テレビ小説おかえりモネの主題歌でございます。バンプオブチキンの七色から行かせていただきました。それでは本部長、そろそろ会議のお時間です。皆さん今日一日お疲れ様でした。今日良かった人も悪かった人も明日を良い日にするためにアフター会議を始めよう。スカイロケットカンパニー、明日へののろしを上げるラジオの中の会社スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。浜崎さんは見てますか。何をですか。いやこの流れだったらもうおかえりモネ以外ないだろ、うん、嘘だろ、聞いてなかったオープニング5分7分。おかえりモネの話は、はい、先ほどしてましたけど、なんかちょっとその前の打ち合わせでもいろいろおしゃべりしてたので、あれ急になんか違う話振られたのかなって勝手に勘違いしちゃいました。いやなんでそこの打ち合わせをいきなり本番でつなげるのよ聞いてる人に対して。ちょっと構えてた部分がちょっとあったので大変失礼しました。おかえりモネはですね、残念ながら見てないんですよ。どうします、最近見てないでしょ、うん、お互い NHK 連続テレビ小説、はい、でやっぱり見ながら、うん、こうね、楽曲がかかった時って少し話せたりとか、皆さんと朝と夕方のね、こう、はい、時間を超えてその日一日の少し共有できる時間が増えるじゃないですか、見てる方々と、うん、僕はバンプが主題歌やってることもあってまだ追いつけるんで、昨日今日分を見ればいいので、そうですね、ちょっと行こうか迷いながらも、自分がやっているドラマの脚本がバタついてる以上、あ、他の作品を見てる時間があるのかと言い聞かせながらも、どうします行きます。だって週末にね、まとめも見られますしね。行ってみようか、ひとまず。もう全然まだ間に合いますから。間に合います。これが1ヶ月ぐらい経ってると、うん、急に行けなくなるじゃないですか。ちょっと追いつけないよなって空気出るじゃない。あります、うん、2週間でも結構追いつけないかなって思っちゃう時あるけど、はい、2日ですから30分だもん、全然いけるかもしれないなと思いますし、旅行機は一緒に楽しみたいと思います、リスナーさんとね、ちょっと行けたらなと思いますし、僕は月1で NHK さんのラジオの、コーナーレギュラーやらせてもらってますけども、そこで、はい、NHK のアナウンサーの東アナウンサーとやり取りをこの間もさせてもらったんですけど、はい、そちらの方にはバンプのメンバーがゲストで来るということだったので、まあもちろんね、 NHK のドラマですから NHK のラジオに行ってると思うんですけど、はい、東京 FM に来てほしいなって気持ちもありますけど、本当ですね、ねえ、まあ来るとしたらおそらくスクールオブロックの方に当たり前のように、うん、そもそもそこでレギュラーやってて僕も知り合ってという関係、うん、だけどス
カロケにも来てくれたこともあるじゃないですか。いらしてますよ、スペイン族にね、いらしていただいて、ね、だからバンプとかユズとか、うん、ね、皆さんこうつながりがあって夕方のスカロケの方にも来てくださったりもするんで、ちょっとぜひ遊びに来てほしいなという感じありますね。その気持ちも込めて込めてみようっていうね。そう、もう万が一来るってなった時にやっぱりこれ見てないってなると、お前呼んどいて見てないってそういうことになってなる可能性もある。その不義理だけはね、やりましょう。ちょっとしたくないもんね、うん、それから僕は今日あのツイッターの方でも先ほどつぶやいたんですけども、はい、医療従事者の方のつぶやきを見ていまして、うん、タンクトップで来ていただけるととっても楽だみたいな話が書いてあって、あ、はい、すごくなるほどなと思ったんですけども、今はまだまだ、高齢者の方から順番に接種中ということですので、なかなかね年配の方がタンクトップで行くっていうのはシーズン的にもね、まだちょっと肌寒い日もありますので難しいかなと思いますが、自分の順番が回ってきて夏の終わりの残暑だったりだったら、新しいタンクトップでも買ってウキウキしながら打ちに行こうかなとかって思いながら、ワクチン打つぞと。そうそう、もちろんね、うん、ワクチンを打つ打たないというのは打てる方もいれば打てない方もいらっしゃいますし、ここは選択の自由がありますので、はい、僕自身もそのタイミングで打つというふうに、自分で決めれたら、新しいタンクトップでなるべく、素早く接種して帰ってこようかなと思いますけども、テレビ見ててもいろいろやっぱりワクチンの問題があって、はい、ラジオ聞いてくださってる方ももちろんテレビそれからラジオそして SNS 等でさまざまなニュースを耳で聞いたり文字で見たり目で見たりしながらですね、もやもやしてる方も多いんじゃないかなとは思いますけども、ね、その自治体のトップの方々が先に打つっていうのをまずね、はい、先に決めといたらよかったのになというふうに思いますし、僕はなんか打つことは全く問題ないのかなって個人的には思っております。やっぱりね、上の方々が仕切ってくれて円滑に進めるということが大事だと思いますので、そこはあるなとか、あとここ数日で行くと自衛隊の大規模接種センターが東京大阪にできるということで、はい、ただこれも自衛隊の方が協力してくださってるということを、それからなんかね1万人しかできないと、それが多いか少ないかとは感じる方いると思いますけども、1日100万人を目指す中で1万人って、でもその1万人打てることも大きいなと思いますし、予約の仕方もね適当な数字入れても予約ができると。で、これはもうシステム上どうなんだっていうところを思う方いるかもしれないですけども、まあこれは性善説として、嘘で入れるのは良くないと思いますし、それからこれを報道すること自体に対しても批判も出てますけども、ただ大事なことは適当な数字入れて予約をしたとしても、接種はできないということですね。はい。接種券を実際に持ってかないとできないということなんで、そこは同時に伝えることが僕はすごく大事かなと思いますし、あとは二重予約をしないということだったりとか、やっぱり伝えることはちゃんとメディアが伝える、それから必要以上に批判をしないということだったりとか、はい、やっぱり去年から我々のテーマは免疫力、一つ大きなところの柱としてあるじゃないですか。スカロケでも毎日本部長から、はい、それなんでなんかこうギスギスなるべくしなくて、トラブルがあるかもしれないですけども、予約するにしてもなるほどなと思うんですけども、高齢者の方がやっぱりネットに弱いから家族などに頼むと、その時に家族で全員で一人分の予約を取ると、今度はサーバーがダウンしたりとか電話の回線が詰まってしまうこともあるんで、できれば一人につきサポートは一人までにしていただきたい。そうすればまだなんとかなるというような話も聞きましたんで、そういうことは情報どんどん更新されて変わっていくかもしれませんけども、各メディアで批判するのではなく、正しい情報を共有しながら皆さんとね、スムーズに多くの方が一日でも早く、希望する方です、もちろん希望する方が一人でも多く接種が進んでいけばいいなというふうに思いますね。うん、始まりましたからね。そうですね。行きますか。参りましょうか。
では番組ではいつも梅雨明け宣言梅雨入り宣言してますけども、うん、そろそろかなってタイミングには来ててツイッターにもそんな文字もありましたけどもちらほら僕が先週からね濃厚接触者になってしまいまして、はい、陽性者の方の、体の異変も何もなければ今日も保健所の方とやり取りさせていただいて熱もずっと平熱が続いておりまして、うん、あともう1日2日ぐらいで明けてくるんですけども、はい、スタジオにいないということがありましてまず一つ、お聞き苦しい点が3時間の生放送あるかもしれませんご了承願いたいなということとそれからスタジオにいないんでねこれはもう家からやることはできないんで秘書の方に、はい、今日も気象庁に先駆けて梅雨入り宣言するんであれば、しちゃう委ねられたまだ早いんであればうん、まだ早いと思いますよ本部長そうだねさっきのコロナワクチンの接種の情報をなるべく正しいものを批判なく共有しようって言ってた番組が言ったばかりですから気象庁と関係なしに梅雨入り宣言しようってもうむちゃくちゃな話だもん、結構勝手なことですのでそうですねまだやめときましょう落ち着いていきましょうはいはい、はい、落ち着きますそれでは、まずはこちらから参りましょうスカイロケットカンパニー社員実態調査毎日働く皆さんの実態を調査するアンケートを実施しています今回はこちらラジオネーム何個持っていますか選択肢は0、1から2個、3から4個、5個以上さあ番組によってラジオネームを使い分けているという方もいらっしゃるかと思いますもしかしたらみんなには秘密のラジオネームを持っているなんて方もいるかもしれませんがもちろん東京 FM 内の番組で使い分けてる方もいれば東京 FM とそれから他局で使い分けてる方もいれば、ね、他局も東京 FM も全番組を同じでやってる方もいらっしゃるので、はい、スペシャルウィークの時のプレゼントとかで他局で聞いているとあれうちでたまに名前読むラジオネームの人耳にしますよね昼間の TBS で景品もらってるとか、うん、あれうちのリスナーさんだと思ったけど、はい、本当はメイン J-WAVE なんじゃないのかこの人みたいなね結構いらっしゃいますもんねうん、はいはいはい、5個以上っていう人も中にはいるのかもしれないですよね使い分けもそうですし、まあ、いるかもね使い分けて使ってないのもあるでしょうし、まあ、あとはラジオでアンケートを聞いているんでどうしてもそしてしかも登録してアンケートに答えてくださってるんでラジオネームゼロっていう方は、まあ、普通に世の中で聞くよりはだいぶ少ないのかなって気はしますけど、うん、そこは多少偏った数字がねラジオ番組でラジオのことを聞きますんで、まあ、ピャッピャ言ってみますか一体どんな結果になったんでしょうかアンケート結果がこちらラジオネーム何個持っていますか0 6% 1から2個 89% 3から4個 4% 5個以上 1% なるほど5個以上の方もいますねそれはいるのかどんどん新しくしている方もいるでしょうね使い分けというかあそうですね、うん、はいはいはいこれは世代によってどうでしょうね男性女性で分けてみるとあ男性の方でラジオネーム何個持っていますか0とお答えしたのが 8.5% 女性は0とお答えしたのが 3.7%ということであ倍ぐらい違いますねもう倍以上なので女性の方がラジオネームを作ってるってことですよねで参加しているそうなりますね、うん、はいはいはいあとは10代の方はですね0と答えている方は一人もおりません1から2個という方が 87.5%3から4個が 12.5% でちょうど 100% ですね、うんうんうん、大体皆さん作っているとでもこれ20代そして30代40代以降、まあ、皆さんやはり1から2個が全体の数字と一緒ですけど
パーセンテージは多いわけですが、5個以上が一番多いのがですね、たくさんラジオネームを作っていますという方が50代の方です。ここで固まってるんですかね。50代だけってことですね、おそらく。で、男性女性の数字とその辺を足していくと、うん、全体だからあれですね、50代の男性の方が数人5個以上持ってる方がいるっていうこのね、データを紐解けばそういうことになります。そうなりますね。はいはいはい、はい、詳しい数字気になった方はぜひアンケート結果についてホームページでご覧いただけますので、アプリホームページをご覧ください。そしてより良い明日にするための本日の議題はこちらです。みんなの知らないところで案件、密かにこれやりました。本日の会議は、自粛期間で人と対面することが減ってきた今、人に知られていない様々な行動の経験をシェアする会議です。皆さんが人知れず行った秘密の活動を幅広く報告してください。例えば、後輩の営業がうまくいくようにお得意さんとリモート飲み会をして密かに根回ししておきました。自粛期間中にスマホゲームにハマりまくって日本3位まで行きました。ネットの世界じゃちょっと有名人です。彼女に内緒で秘密のラジオネームを持っています。普段言えない愚痴や感謝を密かに伝えています。うん、こういう方もいらっしゃるでしょうね。皆さん思いつく限り何度書き込んでも OK です。ぜひメッセージ社内掲示板で、スカイロケットカンパニーの公式社員アプリ、またはウェブサイトからの投稿をお願いします。番組のアプリは無料でダウンロードできますので、この番組を最近から聞いていますよ、今日初めて聞いていますよという方もいらっしゃると思います。ぜひ気軽に無料ダウンロードしてあなたもご参加ください。それでは本部長、早速一通ご紹介しましょう。はい、東京都35歳女性、パート業のレモンくのいちさん。レモンくのいちさんの密かにこれやりました。私は密かに昨年からインスタで食べ歩いたラーメンの画像だけをアップするラーメンアカウントを作っています。はい、秘密にしているわけではないのですが、なんとなく恥ずかしくて別アカを作りました。どうして恥ずかしい、女性の方ですよね女性の方です。はい、今はまだ60杯ほどですが、多いな。綺麗にラーメンだけ載っている自分のアカウントを見てニヤニヤしています。このアカウントで美味しそうなラーメンを探しては保存し、全国で行きたいラーメン屋さんをストックしています。今はラーメンの画像を見てある程度どこのラーメン屋さんか分かるようになってきました。すごいすごい。僕もこの番組の中でラーメン屋さんのアプリ、今自分がいる位置情報から近くのラーメン屋を全部出してくれるみたいな、はい、そこにみんなが写真を集めたりコメント載せたりっていう毎日ラーメンみたいな、そんな名前のアプリを落としてますけども、はい、僕はまだまだやっぱり偏見が自分の中であるなと思ったのが、インスタでラーメンの画像しか上げてないアカウント見つけたら、はい、絶対僕たちみたいな中年男性だと思ってるそうですか思って、これもうまだまだ狭いところなんだと思います、僕の価値観の、はい、それがね、レモンくのいちさんみたいに、うん、こうお若い女性がやられてるアカウントだと思わないね、うんうん、ラーメンの画像ばっかりが並んでたら、これラーメンの器の画角が本当に均等に全部の写真が美しく並んでたりとかすると、うん、中年男性の方じゃないんじゃないかなって思っちゃいますけどね。逆にそれが並んでると中年男性と思うんじゃなくて、うん、中年男性は何、そのなんかこう雑多な、雑多って言ったら怒られますね、こう 雑なのだね、どんぶりのサイズもあんま考えてないってこと。そう、考えずにあのスクエアの中にすごく美しく綺麗に並んでたら、あ、女性の方なのかなとか、それはそうだなとか、
かもな、撮り方ね、撮ってる内容というよりは撮り方の方が判断基準になりやすいってことね、はい、うん、なりそうですね。でもいいですね、自分が食べたラーメンそうやって別垢でまとめて見れるって。しかもどんどんラーメンに詳しくなってるということで、 いつもだったらここで本部長の私がハンコを押すところですが、はい、私リモートということで会社から家にハンコを持ってくることができませんでしたので、会社に残っている浜崎秘書から力強いハンコお願いします。レモンくのいちさんにハンコ。わー強い。さあ本日はですね、みんなの知らないところで案件密かにこれやりましたでございます。どんどん送っていただけたらなと思います。さあお聞きいただいてるのは今日の案件的な楽曲でございます。ずっと真夜中でいいのにこんなこと騒動ということで、ここ最近では顔出しせずに活動するアーティストさんが多くなってきていますが、その中の一つがずっと真夜ことずっと真夜中でいいのにということでございますけども、なんかアイドルを早めに辞める方もいれば、アーティスト活動を早めに辞めたりとか、単純にあのキャリアの一つとして芸能活動をやる方もいらっしゃるので、そういう方って顔出ししなきゃしないだけね、別にそれでもいいわけで、いろいろなやり方が、それから曲のイメージなんかも含めて自分が見えてない方がいいという冷静な判断もあるのかもしれませんけども、それこそね、会社の人が知らないとかってパターンもあるってよく聞きますよね。うん、ずっとまよさんでございました。スカイロケットカンパニー、スカイロケットカンパニー小池屋歌える、日本のじゃがいもは美味しい、日本のポテトチップスの老舗湖池屋の提供でお送りします。東京 FM より生放送、スカイロケットカンパニー本部長の万坊八代です。秘書の浜崎美穂です。ここからの時間は湖池屋歌える歌える。夕方5時台、ちょっと疲れが見えてくるこの時間、このコーナーでは曜日ごとの選曲テーマで働くあなたに音楽でエールを届けます。火曜日にお送りするのは小池屋ソング。皆さんの疲れた恋心をケアしてくれる一曲をご紹介します。ちょっと待って、ちょっと待って、はい、歌える、うん、また消えてた。そうですね、途中からほぼ何も聞こえない状態になっておりましたので、これやっぱり大きい声を出すと自然と消えてくらしいですね。どうやらこれシステム上そうなんですよ。これじゃあ何、ちょいちょい消えてんの、先週から大きい声のところ。消えているところはですね、なんとかフォローしようとしておりますが、これさ、はい、根本的な話っていい？どうしました？じゃあ俺にタイトルコール言わせない方がいい？その台本上すげえ先週からタイトルコールいろいろ言うけど、そのリモートでやる以上大きい声だと声がなくなるんだったら、うん、でも小池屋ソング、この部分はきちんと聞こえるので、大きい声でも小池屋ソング伸ばさないから、歌えるは、歌えるもそこまで伸ばさなかったらいけると思いますよ。あ、なるほど。ちょっと小池は歌える、もう一回だけやっていい？お願いします。ここからの時間は、うん、小池は歌える。あ、いけました。あ、なるほど。ちょっと待って、じゃあ伸ばさなきゃいけんのか全部。あまりにも大きい声が長い場合は絞られるということですね。我々学びましたね、2週目で。あの リスナーの皆さんすいませんね、うん、1週間経って2週間目に入って、あと1日2日しかリモートがない中 で、 しかも本番中に微調整重ねてすいません、うん、さあ今日は小池屋ソングでございます。皆さんの疲れた恋心をケアしてくれる一曲をご紹介します。本日小池屋ソングを届けするのは、東京都28歳女性、会社員のラジオネーム、ケイサムさんです。ケイサムさん。本部長秘書、リスナー社員の皆様お疲れ様です。
同棲している彼氏と些細なことですぐ喧嘩してしまい悩んでいます。特にお酒を飲んでいるとちょっとしたことでヒートアップしてしまいます。甘えてるんでしょう。先日なんて彼がテレビに出ていた女性タレントさんを可愛いと言ったことから喧嘩に発展してしまいました。そんな大人になれない私を成長させてくれるような曲はありますでしょうか。いやこれはね、うん、テレビに出ている女性タレントを彼氏が褒めたことを怒らないことが成長なのかって言ったらとっても難しいところですよね。怒れてる状態の関係性の方がもしかしたらね、うん、いいのかもしれないし、はい、まあねえ、うん、私を成長させてくれるような曲、まあ喧嘩をしない方がいいんですけど、よくこの番組でも言いますけど、はい、喧嘩が悪いわけじゃないというね、喧嘩しないようにの世の中になっちゃったらそれはそれで危ないし、人間関係も危ないような気がしていて、やっぱり喧嘩しないことよりももしも大事なことがあるとしたら仲直りする技術を上げること、喧嘩をしない技術よりも仲直りする技術、もちろん喧嘩少ない方がいいんですけどね、どうしても人間と人間価値観も違いますし、ぶつかることもあって、ぶつかりは悪いことじゃないと思いますので、まあただこう、まあまず第一歩、そのための仲直りの第一歩はやっぱ素直に謝ることなんじゃないかなってことで、浜崎さんよろしいですよね。はい、わかりました。ラジオネームケイサムさんにはこの曲です。仲直りだったりとか成長というものは、素直に謝るところから始まるのかもしれません。謝ればいいという話ではない気もします。自分が良くないなと思った時に素直になれることなんじゃないかなと。大人になるっていうことは同時にもしかしたら無邪気に子供になるということも少しだけ含まれているのかもしれないですね。子供の頃の方が素直に謝れてたような気がします。さあお聴きいただいているこの楽曲はですね、1988年リリース、ケイサムさんが生まれる5年前の楽曲でございます。チェッカーズ素直に I'm sorry。 火曜日のこのコーナーでは皆様の恋心にまつわるメッセージを受け付けています。応募マスカルケのホームページから歌える特設サイトにアクセスしてください。採用された方には小池やお菓子の詰め合わせをプレゼントします。またこのコーナーの選曲プレイリストは Spotify で公開しています。 Spotify を立ち上げて小池屋で検索してみてください。スカイロケットカンパニー小池屋歌エール。日本のジャガイモは美味しい、日本のポテトチップスの老舗小池屋の提供でお送りしました。スカイロケットカンパニーです。東京 FM スカイロケットカンパニー、我が番組ではツイッターも走らせています。本部長のマンボウヤシロです。番組へのつぶやきはハッシュタグカタカナでスカロケでお願いします。秘書の浜崎美穂です。はい、スカイロケットカンパニー略してスカロケ、カタカナ4文字でございます。ハッシュタグつけていただけたら探しやすいです。公式アカウントもございますのでスカロケで検索したら出てきやすいと思います。さあ今日はどうでしょうか。ヤーさん、やーさん、本部長の声が絞られていることが毎回楽しみになっていましたとうるさいとか余計なこと言ってるから絞られるみたいなね、先週そんな遊びもあったんですけど、はい、どうやらそれとは関係なしに、うん、大きい声長く出してると自然に消えていくらしいんですよねそうみたいなんですよ。それに感動しているリスナーさんもいらっしゃいますね。カズさんも感動している、はい、はい、ディレクターさんが手動で音量絞ってると思ってたけど自動制御なのか、すごいなどなど。いやこれもね、うん、マジでわかんないとこで自動なんですって俺が騙されてるだけで、本当はディレクターさんミキサーさんがあいつうるせえなとか、あいつこれ以上喋らせんのや、これただ実際全部が全部自動で消えてんじゃなくて、先週あたりはね、うん、本当に曲かかってまだ喋ってんのに削られてる部分たくさんあんのよね、はい、ありました。
ね、浜崎さんを全部見えてるからね、放送も僕とは違う聞こえ方しててスタジオにいるから、はい、あれもう曲かかってきて、うん、あのもう音楽しかオンエア乗ってないのに、はい、ズームでヤシロ喋ってんなっていうシーンが何回かあったんですよ。口パクパクしてるなって思ってました。口パクパク魚みたいな言い方すんな。マンボウだけどもだけにじゃないよ。さあ今日はですね、みんなの知らないところで案件、密かにこれやりました。東京都26歳女性会社員の橋香さん。橋香さん、人知れずというか、このコロナ禍のどせくさに紛れて人生初のヘアカラーと両耳に2個目のピアス穴を追加させました。いいじゃないですか。髪はさすがに会社の人にバレましたが、ピアス穴はまだバレていません。ついでに実家の家族にも教えていません。いつバレるのかとニヤニヤしながら髪の毛で隠す日々です。怒られるんですかね、やっぱバレたら。あー、ピアス穴開けたもんって。浜崎さんちなんてお母さんも先生じゃないですか。え、はい、ピアス開けた時とか怒らなかったですか。うん、あ、私ピアス穴開いてないんですよ。イヤリンガーなので。あ、そうなんだ。そうなんです、穴開いてなくて。穴開けない派。うん、開けない派ですね。僕は40過ぎてるけど、親も怒るだろうけど、もう40過ぎた息子でさえ親って怒るじゃない。あ、そろそろやっぱ鼻とか唇とか行こうかなと思うもんね。本部長にはぜひ行っていただきたいですよ、やっぱり。それはなんか事件が起きるの楽しみに見てたいだけじゃん。事件のなんか前触れのような感じがしません？そういう変化。ピアスとかってすごい難しいですよね。その体をどうするかみたいな話になってきちゃうと、それぞれの価値観もありますんで、ただね、それも含めて個人の自由だとは思いますし、はい、僕はね、なんかす、うん、ね、ちょっと話がずれてしまうんで、はしかさんには申し訳ないですけど、はい、整形という問題に関しても、うん、自分がちっちゃい時はなんかすごく良くないことなんじゃないかっていうふうに思ってましたけども、はい、ここ10年ぐらいでやっぱりそれで、その下方の価値観が変わったりとか、生活して楽しく過ごせるのであれば、なんか周りの人が否定することは難しいよなと思いますし、本当に人それぞれの自由なんじゃないかなと思うし、はい、いいですね、ピアスね。大人になって開けるピアスっていうのも、おしゃれな幅広がりますからね。僕はいい気がするの。なるほど。アクセサリーの、うん、開けてないんでしょ。そう、だから羨ましいなって思いながら見てるんですよ。怒られちゃうもんね。怒られはしないですけど、うん、あのまぶた行ってみたら、まず、まぶたにピアス開けるんですか。絶対痛いですよね。でもさ、親に内緒でへそにいくつも開けてんじゃんか。へそも開いておりません。失礼いたしました。ハンコお願いします。はしかさんにハンコ。続いて、東京都30歳女性会社員の大人になっても注射が嫌いさん。はい、注射が嫌いさん。会議が開かれる前、会議室に私だけ先にスタンバイしている時のこと、まだ他のメンバーが来るまで時間がありそうな時は、1分でも余裕があれば他にやることもないので全力で踊っています。え、なんで。というのも、私は社交ダンスのラテンが趣味であり、少しの、なるほど、暇さえあれば体が勝手に踊ってしまうのです。あー、やばいっすね。ダンス自体が激しめのジャンルなこともあり、踊っている間に誰かに入ってこられたらどうしようという不安もありますが、そのスリルを楽しんでいます。仕事中はずっと事務仕事をしていることが多いので、いいストレッチにもなります。ストレッチも大事ですし、働いてる時間帯にね、うん、僕も整体の方に言われましたけども、もう1日1回でも2回でもいいので肩を回してくださいと。あ、はい、もうそれだけでも全然違いますのでっていうふうなことを言われたこともありますし、うん、運動することもいいです
いいですし、もう本当ストレス解消だったりとか、もう動きたくてしょうがないというご本人のね、うん、体の中から湧き上がる感情というものは、もうそれこそ誰も抑える権利ありませんから、はい、やっていただきたいと。そしてスリルを感じてるというところも全然 OK なんですけども、一つだけ理解しておいていただきたい、うん、本当のスリルは入ってきた側が味わうもんだ確かに。その踊ってる側がどうこうの話はもうこの際よくて、はい、踊っ会議室で一人で踊ってる人を見た側の気持ちもちょっとだけ考えてほしい。盲点でした。盲点ですよ、うん、ここは忘れちゃいけない。ハンコお願いします。大人になっても注射が嫌いさん、ハンコ。こういう楽曲を聴くと踊りたくなる方も多いんじゃないかなと思いますけども、コロナ禍が始まってなかなか飲み屋さんで飲む機会も減った中でですね、家で、少人数で少しお酒飲みながら YouTube なんか見る機会が増えましたけども、はい、その時にやっぱりちょっと踊ったりなんかもするんですけど、お部屋で、本質的なとこですよね、根本的な人間の、うんうん、やっぱ音がかかったら踊るっていう音に合わせて体が動くっていうのは自然なことなんじゃないかなと思いますしね、いいですねやっぱりね、踊ってる人。ぜひもし一人で踊ってて他の人がですね会議室に入ってきた場合はですね、手招きして一緒に踊りませんかと、シャルウィーと言っていただければいいんじゃないかなと。明るい会社を作っていきましょう。お聞きいただいてるのはアムバムでアフターグロー。Rocket Company. Tokyo FM Skyrocket Company 本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ、本日の議題いきましょうか、本部長。はい、議題でいきますか、お任せします。はい。みんなの知らないところで案件、密かにこれやりました。東京都35歳男性、会社員の久米イーグルスさん。久米イーグルスさん、密かに案件ですが、数年前にマンションを購入したことです。投資用のマンションですが、仲のいい友人数人にしか話していません。今のところ、はい、空室になることもなくうまく回っています。うわー、すごい。これは投資目的ということでね、うん、おいくらぐらいのマンションを買ったのかしら。本当ですね。どれぐらい貸したら戻ってくるのかしら。あー、回収が何年かかるのか。で、多分途中でまた売るんですよね、いいタイミングで。うーん、面白そうですね。お金ね、多少でもあるんだったらやっぱり持っとくよりもそうやって投資した方がいいというふうにいろいろ聞きますけども、はい、うん、なかなかこう投資やってない人からすると難しいとこですよね。いろんな誘いとかありませんか、本部長。どうですか、仮想通貨。仮想通貨だね最近。ああ、そうですか。暗号通貨、仮想通貨、暗号通貨、うん、買おうかなと思ってんだけど、おー、まだ着手せず。なかなかだね。歯切れの悪い話になっちゃったな、ね、せっかくね、かっこいい書き込みだったのに、ハンコ押してください。久米イーグルスさんに、ハンコということで、6時台に続きます。Welcome to Yellow City。タイヤの品揃えならイエローハット。タイヤの取り付けならイエローハット。タイヤで選ぶならイエローハット。6時です。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は6時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。さあ、6時でお仕事終わった方々、お疲れ様でございます。お疲れ様です。6時です。あと2時間で、飲食店をはじめ、時短営業なさっている様々な職業の方々が
お店を閉じるということでございますけども、はい、僕は濃厚接触者ということもあって、ただもうだいぶ日数も過ぎたことと毎日平熱なこと、それから保健所の方も今日も優しいお電話くださいました、はい、でそこでいろいろ喋らせていただいたりなんかもしてて、保健所の方が症状がない状態でもう10日以上過ぎていて、うん、それでも仕事も含めてですね、プライベートも制限を、お願いしている状態でして、申し訳ございませんみたいなことを言っていただいて、うん、お辛いですよねみたいな、うん、辛くないって言ったら嘘にはちょっとなりますけども、それでも保健所の方に対して何か苦情があるなんてことは1ミリも僕はなくて、むしろ保健所の方が毎日平日にお電話くださることが心強かったですし、優しくそこでいろいろアドバイスいただいたりとかしながら、はい、それで僕は感染者ではないですので、でもうほぼ疑いもないという状態ですけども、うん、まあなるべく買い物は控えようということで、行ける時だけはマスクして誰とも接触せずに、はい、なるべく店員さんとも喋らず、うん、で回数減らしていくようにはしてますけども、はい、でただこう食い物とか飲み物なくなったらバーッと買いに行くことありますけど、うん、で夜8時まで平日だとラジオやってるんで、はい、その後ってなかなか買いに行ける場所も限られちゃうんで、今日はね、うん、いいのか悪いのかね、ちょっとご飯屋さんでご飯だけちょっとテイクアウトさせてもらったんですよ、はい、飲み物とあと洗剤とかが全部なくなってたんで、生活用品、それが一式を薬局に買いに行った帰り道にあるご飯屋さんでご飯だけ買わせてもらって帰ってきたんですけど、テイクアウトのご飯って美味しいですねご飯っておかずを買ったってことですか？唐揚げを、唐揚げ弁当、いいですね、唐揚げ弁当、唐揚げ弁当を買わせてもらいました。あはい、で美味しかったです。自分の家でね、はい、豊洲さんからとかドットコムでね取り寄せてみたいな話も昨日とかしてましたけども、それはそれで美味しいですよ、米炊いて、はい、だけどやっぱ飲食店で作ってくれる料理っていうのはまたね、自分で作る美味しさとは全然違う、プロの味がするというか、違いますよね。それ違います違います、ここから2時間飲食店やってるところもまだあると思います。アルコールの提供は厳しいとは思いますけども、今日も仕事頑張ったななんて方はですね、自分ご褒美に、そして今日ちょっと仕事でミスしちゃったななんてことは方は自分の励ましとしてでもいいと思います、はい、一品だけでもいいと思います、黙食で食べてもいいですし、テイクアウトでもいいと思います。ぜひこう近所のねお店に立ち寄ってみたらいかがでしょうか。ただのご提案でございます。さあということで、ここからの時間はこちら、この時間は我がスカロケリスナー社員の皆さんからの今日頑張ったこと、大変だったこと、嬉しかったこと、そんなメッセージをご紹介します。スカロケからお疲れ様と言わせてください。それではどんなメッセージが届いていますか。神奈川県24歳女性、アルバイト業の今日のご飯はパッタイさん。パッタイさん、はい、初めての投稿です。ようこそ。本日社会人になってから初めてのアルバイト初日でした。というのもこれまで看護師として勤めていましたが、体調を崩して先月退職しました。それから一月経ち、飲食店のアルバイトを始めることにしました。これから看護師を続けるのか、正社員を辞めてしまってよかったのか、これまでの積み重ねを捨ててしまった負い目などなど悩みは尽きませんが、とにかく今日アルバイト初日を終えたことをお二人からお疲れ様と一言いただきたいです。24歳の女性の方で看護師として勤めていたということですけど、はい、看護師になるためにいろいろなことクリアしてきたと思います、うん、我慢してきたと思います。そんな中で体調を崩してしまって退職、そしてご自身でも書いてありますけども、積み重ねを捨ててしまった負い目、うん、働くことに比べたらとても小さな話ですけども、僕も東京の高校を頑張って1年以上かけて受験勉強して受かって、はい、
部活行かなくなって学校行かなくなって辞めて地元の高校に戻りましたけども、その時のなんか追い目みたいなのすごくて、思春期に、だけど、まあ、それとこう社会で働いてる方のこの追い目っていうのは比較にならないと思いますし、僕が何か言ってもあれかもしれませんけども、しばらく追い目っていうのはなかなか消えないような気がしますけども、過去で起きたことそのものは変えられませんけども、過去で起きた意味合いというのはこれからでいくらでも変えられるんじゃないかなと思いますし、はい、パッタイさんがこれからこう素晴らしき楽しい選択と人生を、歩むことによってですね、まあ、あの時はあの時で後悔したし、今でも引っかかるけども、あれはあれで良かったんじゃないかなと思える日が必ず来ると思います。それでは本部長、リスナー社員の今日のご飯はパッタイさんへ向けて早速乾杯しましょうか。パッタイって何料理ですか？タイ料理？パッタイだけに、まあ、ぽいけどねパッタイ違ったかな。本当にね、発売と今日お疲れ様です。あ、言っちゃった先に、ということで今日のご飯はパッタイさんお疲れ様です。乾杯。5月16日日曜日に無観客で行われた東京 FM、JFM がお送りしている無料の音声配信アプリオーディ初の配信イベント、オーディコネクトフェスティバル2021、大盛況の中終了となったこのイベントへのリスナーからの熱いメッセージにお答えして見逃し配信が決定いたしました。出演はキレのあるダンスと力強いパフォーマンスで魅了したマッドキッド、2次元と3次元を行き来しながら新しいアーティストの形を見せた学齢大ジュネス、メンバー11人それぞれの個性でポップで爽やかなステージを見せてくれたバディーズ、それぞれのステージだけではなくこの人気グループのメンバーがシャッフルで行ったゲームコーナーなど盛りだくさんの内容となっております。オーディコネクトフェスティバル2021アーカイブ配信は5月19日水曜日23時59分まで在庫で見逃し配信中です。オーディのページ内にあるオーディフェスの特設サイトからアーカイブ配信をチェックしてください。お疲れ様です。家電で快適生活向上委員会ヨドバシカメラの提供でお送りします。さあ、ここからは皆さんの生活を便利に変えちゃうこのコーナーのお時間、家電で快適生活向上委員会。皆さんが抱える暮らしのお悩みを解消するため毎日をもっと快適に変える家電をご紹介します。スカロケリスナー社員の生活に密着しサポートする部署、それがこの家電で快適生活向上委員会です。そしてそんな家電の魅力を伝えてくれるのは、これまでこのコーナーを担当していただいていた夏子さんが産休ということで、本日からこの方に来ていただいております。社員の皆様はじめまして、この度夏子さんの紹介で派遣されてきました生活向上委員会社員の富永彩乃です。富永さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。富永さんを何と呼びしたらいいですか、僕たちは。そうですね、彩乃、富永さん、富永でも、はい、彩乃でもいいです。はい、どちらで活動されてる、呼ばれてることのが多いですか？彩乃、下の名前で呼ばれることが多いですね。はい、はい、じゃあ彩乃さんとお呼びさせていただけたらなと思いますけども、はいはい、夏子さんとは家電を通したお知り合いですか？そうですね、私は普段 IT ジャーナリストとして活動していて、夏子さんとはそういったテック系の、まあ、テクノロジー系のイベントでお会いしました。 IT ジャーナリストをなさってるってことなんですね。はい、じゃあかなりスマホだったりとかパソコンとかその辺は詳しいし、かなり使い分けたりとか駆使しながらいろいろ調べてるってことですか？そうです。今日もですね、スタジオに普段私が使い分けてるスマートフォン
これ含めたともう1ですね。5台使ってるんですか？そうです、あのカメラ自撮りするにはこのスマホ、はい、あ、写真、料理の写真を撮るにはこのスマホがいいって言ったことを使い分けています。すごい、詐欺グループの人ですか？本部長スマホも持ってる人っていうか、写真使い分けるんですか？そうですね、やっぱり料理が美味しく映るカメラとか、はい、あとはやっぱり自撮りが漏れるカメラとかいろいろあるんですね、スマートフォンによって。違うんすか？はい、すごい。へー、しかもこれちょっと話変わりますけども、はい、ホームパーティーで夏子さんと出会ったと。あ、そうですね、まあ、イベントでお会いして私の本パーティーにあのご招待したんですね、夏子さんは。はい、へえ、主催されていた。ホームパーティー しないですか？八代さんのお家でホームパーティーしたことはありませんね。いや、それは別に浜崎さんが来なかっただけの話そうか、それ何勝手に決めてんのよ。僕もホームパーティーまでは行かないですけど、さっきも言ったように家でこう仲いい人でね、飲んでこう踊ったりなんてことはしますけどはいはいはい、宅飲みですよね。え、ちょっと待って、宅飲みとホームパーティーってどう違うの？一緒じゃないの？私にね、同じだと思うんですけどなんかちょっと、ね、もう全然雰囲気とか違うのかなって思ったり、カタカナに、うん、すると ね、綾野さんのお家でやられるホームパーティーっていうのはどういったタイプなんですか？はい、まあ、タコスパーティー、タコスを作ったり。おしゃれだ、タコスか、まあ、あとコリアンバーベキュー。コリアンバーベキュー、なるほど、全部美味しそうだ本部長はどうですか、宅飲みは？うちはですね、うちも高級ですよ。コンビニで一粒100円の梅干しを大量に買ってきてテーブルにばらまくところがで、食べたいタイミングでそれを袋破って食べるっていうのがうちのバーベキュースタイルです。人それぞれスタイルありますからね、はい、そうですね、やめましょう、はい、これ以上喋っても差が開くだけなんで、はい、それでは早速業務に参りましょうか。本日届いたお悩みがこちらです。東京都32歳の女性、会社員のピタピタさん。ピタピタさん、4月から新しい部署に異動になりました。新しい部署はお客様にお会いする機会が多いため、スーツの着用が必須なのですが、スーツの下に着るシャツやブラウスのアイロンがけに困っています。クタクタになって帰宅して、アイロン台を出してアイロンを温めて綺麗にアイロンをかけるというのが手間に感じてしまい、新年度になって早くもくじけそうです。出勤前にささっとシワを伸ばせる、めんどくさがりな私にぴったりのアイロンってないでしょうか？はい、新年度4月から、皆様職業、生活環境変わった方たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、そんな中でアイロン掛けが必要になった方、それから今まで通り、うん、スーツへのアイロン掛けが必要な男性も女性も関係ありません、多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。このお悩みを解決する家電、綾乃さんいかがでしょうか？はい、ピタピタさんの暮らしを快適にするために、私 IT ジャーナリスト富永綾乃がヨドバシカメラさんのご協力を得てアイディアを練ってまいりました。今回のお悩みを解決するぴったりなアイテムを見つけましたよ。それがこちら、東芝から発売のコードレススチームアイロン TA-FDX950 です。はい、アイロンですね、うん、でもコードレスで、はい、なおかつスチームアイロンということですが、富永さん、綾乃さん、こちらどんな特徴があるアイロンなんでしょう？はい、こちらとにかくスチーム能力が抜群のアイロンです。手軽に美しくシワを伸ばせるのが特徴となっています。アイロンの面に59個のスチームの穴が開いており、アイロンの面ほぼ全面からスチームが噴射されます。大容量のスチームで衣類にまんべんなくスチームが浸透して、伸ばしムラを抑えた美しい仕上がりになります。またアイロン掛けが手間でくじけそうなピタピタさんにはぴったりのこちら、ハンガーにかけたままシワを伸ばせるので、嬉しい、アイロン台を準備する手間がないんです。さらにですね、除菌能力も気になるところですが、このアイロンは衣類の菌を高温ですっきり清潔にケアできます。
除菌された水で霧吹きすると衣類の抗菌もすることができます。なるほど、いいですね。今時期的にはとっても必要なことですもんね。そうですね、また、うん、今日もですけど湿気が結構気になりますよね。部屋干しの匂いとかって開いたのはやっぱ雑菌が原因だったりするので、高温で湿気することでそういった部屋干しの匂いも抑えることができます。部屋干しの匂いしかしてないっすわ僕。ぜひ高温で、はい、殺菌してください、うん、さらにですね、私よくお家でホームパーティーなんかするんですけど、気になる焼肉の匂い、バーベキューとかの時にですね、うん、服についた匂いや、あとタバコの匂い、ペットの匂いなどもさまざまなパターンの匂いを脱臭してくれるので、はい、外出先から家に帰った際にですね、あと出かける前にも素早くお手入れすることが可能です。タンク内の水を除菌して水垢も軽減してくれるのでお手入れも楽々。この点結構気になりますよね。やっぱり少しでも水滴が残ってると、はい、雑菌がこう繁殖しちゃうんじゃないかなっていうのも、ね、タンク内も除菌してくれるということでとても楽々にお手入れできます。そして、低温約100度から高温約200度まで 5段階で温度調節が可能。デリケートな衣類も優しくケアできます。安全性にも十分配慮された設計で、切り忘れを防止するオートパワーオフ機能を搭載。電源を切り忘れて置き台に放置したままの場合、約10分後に自動で電源が切れます。はい、これ私結構やりがちなんで、あ、嬉しい機能ですね。これ安心ですよね、自動で切れてくれると、はい、そんな家電がこの東芝から発売のコードレススチームアイロン TA-FDX950 なんです。はい、ということでいろいろな機能がついておりましたが、綾野さん、はい、ちなみにお値段は、お値段ヨドバシカメラ参考価格税込み12,920円です。あ、そんなもんなんすか。いや、そういうお手頃でした。はい、僕も相場が分かんないですけど、うん、もっと相場を高く頭の中で想像しておりましたが、はい、2万3万という風なお金がかかる商品なのかなと思ったら1万円前半で購入できると。そうですね、コードレスアイロンでここまで高機能のアイロンで、嬉しいですね、はい、1万円台で買えるということでかなりお手頃だと思います。わかりました。ピタピタさん、こんな商品出てます。これでシャツをパリッと仕上げてスカッと快適な毎日を過ごしちゃいましょう。さあ、ということでお送りしているのは星野源で不思議。今回紹介した家電は東芝から発売のコードレススチームアイロン TA-FDX950 でした。商品名は番組のツイッターにもアップしますのでぜひご覧ください。そしてメッセージを送ってくれたピタピタさんには家電の補助金としてヨドバシカメラ全店で使える商品券1万円分をプレゼントします。なお商品券は翌月の発送となることもございますのでご了承ください。ピタピタさん、これで暮らしを快適に変えちゃってください。そして富永彩乃さん、今日はありがとうございます。ありがとうございました。どうですか、初日やってみて。とても楽しかったです。アットホームで社員の皆様もツイッターでたくさん盛り上げてくださって、はい、嬉しいですね。あ、よかったです、はい、あのこれからしばらくお世話になると思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。家電で快適生活向上委員会ヨドバシカメラの提供でお送りしました。Sky Rocket Company。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長の万坊やしろです。記者の浜崎美穂です。さあ、今日はですね、みんなの知らないところで案件、こんな、違うですね、みんなの知らないところで案件、密かにこれやりました。はいです。栃木県35歳男性、自営自由業のスーチョさん。スーチョさん、皆様お疲れ様です。お疲れ様です。夫婦で過ごす時間を少しでも増やしたくて密かにやっていることがあります。はい。それは妻が朝起きてくる前や買い物に行っている間にお風呂やお昼寝中などにリビングにいない時に食事の準備や食器洗い、
洗濯や掃除機がけなどの家事をしています。はい。妻がそれに気づいて、やってくれたの?とびっくりして笑う顔がもうなんとも。一緒に家事をするのもいいですが、こっそりとやるとなかなかいいかなって思っています。一緒にやるのもいいけどってことで、よく一緒にやられてるんでしょうし、まあどちらがというよりはね、本当に分担してやれるときにっていうことなのかもしれませんけども、そんな中でもちょっとね、こっそりいたずら的なサプライズじゃないですけども、はい、寝てる間だったりとか、お風呂入ってる時なんかにこそっとやれる家事やっちゃう、いい関係性ですね。すごく嬉しいですよね、奥さん。ね、後でやんなきゃなと思ってたことが、お風呂入ってる時なんか思うじゃないですか。なんかもう、はい、布団カバー剥がして洗わなきゃな、後でとかさ。はい、ちょっとめんどくさいやつ。あそこなんか気がついたらまたあそこほこり溜まってきてたなとか、それをね、どっちかが気がついて、しかもこう自分が思ったところをサプライズ的に先回りしてやってくれるっていうのは、関係性としていいですね、ほんとね。おっしゃってください。スーチョさんにハンコ。では続いて、東京都31歳男性、会社員の青色のチュンさん。青色のチュンさん、先日妻に内緒で応援している NiziU のセカンドシングルをたくさん買ってしまいました。たくさん買ってしまう理由は何ですか？メンバーごとにジャケットが違うものや購入特典が違うので、私としては全て欲しかったのですが、同じ曲しか入っていないので間違いなく怒られると思って秘密にしていましたが、はい、購入して数日後妻に見つかってしまい、正座させられて叱られました。はい、妻も NiziU は応援していますが、次からは1枚だけという約束になってしまいました。そうですね、まあチュンさんのお小遣いの範囲で買っていることだと思って聞いておりますけども、はい、もしかしたらそのね、1枚はもう応援のお金としていいし、うん、2人で共有もできるし、はい、ね、物として持ってるってことも大事じゃないですか。はい、ね、だけどそれ以外に同じ音源のものを、まあ、うん、なバージョン違うとはいえ買うんだったら2人でなんか美味しいもの食べに行こうよとかってことなのかしら。伏線的にはあ、これはこっそり系で密かにやってしまって、まあ、怒られちゃったパターンですけど、うん、まあ仕方ないですね、仕方ないところですよね、これは。うんうんうん、青色のチュンさんにハンコ。さあ今日はみんなの知らないところで案件、密かにこれやりましたです。神奈川県33歳女性、主婦の船木コルさん。船木コリ、キコルさん。はい、はい、キコルさんです。はい、キコルさん。はい、マスク生活が続いているので、マスクの下で口元だけニヤニヤしながら歩いてみるとか、マスクの下ではとても見せられないことをたくさんしていますよ、密かに。何の話ですか？密かにやってることですから。うん。けどきっと私だけじゃないですよね。あ、もう本当に何の意味もなく密かにやってることだ。そうです、みんなの知らないところで密かに変顔してるってことですよね、マスクの下で。もう口をニコニコ動かしたり、見せられない、とてもじゃないけど見せられないような顔してるとか。これ絶対みんなやってますよね。え、やらないですか？え、秘書やってんの？え、めちゃくちゃやります。いや、俺やいう、いう、いう、みたいな、こう口を動かしたりとか、マスクで見えてないんで。いや、やったことないです。あともう、ちょっと、ベロ、下の運動を兼ねて、ほっぺたを押してこう、ね、時計回り、半時計回りにやったりとか、とてもじゃないけど、人には見せられないことを。やったことないです。なんでちょっと引いてるんですか？え、そうなの？いや、結構、どうなんだろう？皆さんそんなやってんのかな？やってると思ってたんですけど、やってないですか？あれ？
やったこともないし やろうっていう発想もないからちょっとなんかそういう人がいるんだっていう気になっちゃった、あれおかしいな。あでもまあでも半々ぐらいなんじゃないですか、うん、書き込みいただいて秘書もやってるってことは。そうですね、だから聞いてる人も半分ぐらいの方は、うん、まあ1年以上ありますからね、マスク期間もね、うん、はい、ちょっともうさすがに飽きてきちゃってる方も多いんじゃないかなと思います。船木コルさんにハンコ。では続いて、お東京都22歳女性会社員の本部長アミリアさんです。アミリアさん覚えていますか？アミリアさん、はい、先日、はい、東京一人ぼっちでお話しした方ですよね。はいはいはい、面白かった方だ。出だしが最高ですね。やっぱりグッティお疲れ様ですと書いてあります。はい。お電話つながせていただいたリスナーさんですが、こう私はついこの間密かに VTuber になりました。え？といってもまだ準備段階なので、動画投稿をするのはもう少しだけ時間がかかります。しかし、うん、自分の決めたことを諦めずに実直に取り組んでいき、お金やメンタル的な部分も一人で乗り越えてデビューできました。はい。以前本部長様に言われたラジオをやってみないかという言葉が現実するのも実現するのも時間の問題です。このラジオ番組のような大きく楽しいものを作っていけるよう引き続き密かに頑張ります。頼むよ2代目本部長。本部長になっちゃった。時代の流れ的にはね、若い女性の本部長が入ってもいいんじゃないですか。そういう第2シーズンがね、スクールオブロックみたいに人が変わっていくように、うん、はい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 、本来であればね、はい、グランジの遠山さんが順番待ちしてくれてたはずなんですけども、ちょっとアメリアさんに順番譲りたいかなと思いますし。わーすごい、うん、ね、いいじゃないですか。その YouTube も正式に動画僕たちが見れるようになったら、うん、ちょっとちゃんと番組で紹介させてほしいので、書き込んで教えてほしいなと。 VTuber になったということですから、YouTuber じゃないのか、 VTuber。 そうですね、 VTuber なので、ああバーチャルの。でも教えてほしいですね、うん、はいはいはい、 Twitter でもいいんで教えていただけたらなと思います。それではアミリアさんにハンコ。One morning。スカイロケットカンパニーをお聞きの皆さん、お疲れ様です。ゆうじです。お疲れ様です。吉田清です。明日のワンモーニングは、あなたが最近売ったものというテーマでワンコメを募集します。そして水曜日限定コーナー、8時40分頃からのカジラクでは、コロナ禍の食中毒対策にフォーカス。デリバリーやテイクアウトを利用することも増えているのではないでしょうか。梅雨と夏場を控え、食中毒を防ぐ注意点を専門家に伺います。ワンモーニングは明日も朝6時スタートです。さあ浜崎秘書、秘書はいろんなもの持ってると思いますよ。いいものもあるでしょうね。最近何か売りましたか？売りました。持っていきましたね、購入してくれるところに。免税店で買ったお財布を。スカイロケットカンパニーです。私、スカイロケットカンパニーの秘書浜崎美穂には知られざる一つの顔があるの。それはクライアントからの PR 案件が持ち込まれた時に立ち上がる秘密の部署のクリエイティブディレクター。そう、その部署こそスカロケ CM クリエイティブ。数々の企業の PR 案件と向き合ってきた私浜崎美穂が、今回も必ずクライアントを満足させてみせる。そう、クリエイティブディレクターの名にかけて、スカロケ CM クリエイティブ、サポーテッドバイノニオ。ノニオの提供でお送りします。ふむふむ、そうそう、そうよね、わかるわかるわ。美穂さん、お疲れ様です。あら
はい、ヤシル君、今日もリモートなのね。そうなんすよ、今日もお願いしますね。ちょっと美穂さん、ん、何してんすか、なんか本読んでません？仕事中ですよ。何言ってるの、今ココシャネルの哲学をまとめた本を読んでたの。ココシャネル、もしかしてあなたココシャネル知らないの。ちょっとココシャネル、ココシャネル、シャネルの創業者であり一流のデザイナーであり一流の起業家よ。私は流れに逆らって泳ぐことで強くなった。そうそう、まさにこれなのよね。まいったわ、完全に私と発想かぶってるわ。ココシャネルと発想かぶってるってことですか。なんかすごいっすね、さすがっすね。うーん、あ、そんなことより美穂さん、今日はそちらにねお客様来てるんですよ。え、はい、浜崎さんお疲れ様です。あれあなたは。はじめまして、ライオン株式会社ヘルス&ホームケア事業本部オーラルケア事業部から参りました鈴木ゆかりです。ゆかり、あー、あなたがゆかりさんですか。ようこそ、はい、スカイロケットカンパニーへ。 CM クリエイティブのクリエイティブディレクター浜崎美穂です。あの部下の八代なんですけど、だいぶ入りづらいタイミングでしたよね、さっき。ありがとうございます。いや、もうだいぶある勇気が必要な入り方をさせてしまいまして、すいませんでしたね。いえいえ、とんでもないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回鈴木さんがですね、ライオンの商品ノニオの PR 方法についてのご相談を掲示板に書き込んでくれたんですが、今日は実際に商品の説明をしに来てくれました。はい、鈴木さんありがとうございます。こちらこそありがとうございます。鈴木さんの書き込みを見る限り、何やらマウスウォッシュの PR 方法に悩んでいるということなんですけど、そもそもこれはどんな商品なんですか。はい、今日は実際の商品を持ってきました。こちらですね。あ、カラフルでパッケージもおしゃれですし、これ八代くんの方にも届いてる。いただいてます。ありがとうございます。先週届きまして、ちょっと了解得てないんですけど、もう使い始めてます。ありがとうございます。鈴木さん、こちらはどんなところが魅力なんでしょうか。はい、このノニオマウスウォッシュは、独自の長時間殺菌システムがあるんです。独自の長時間殺菌システム。はい、まず時間が経つにつれて増える口臭の原因菌、これを長時間抑制してくれるので、クリアな息をキープします。そして清涼感持続性香料という成分を配合しているので、すっきりした清涼感が長続きするんです。あー、口臭も抑えて口の中を爽やかにしてくれるんですね。これ八代くんもすぐ使った方がいいね。使ってるもんね。もうすごいひどい言い方だ、なんかそういった意味じゃない、身だしなみと一緒に。どういった意味があるんだろう、うん、うん。ここにせっかく商品あるので、ちょっと香りを嗅がせてもらってもいいですか。どうぞお願いします。じゃあまずはブルーのクリアハーブミントいきましょう。あー、ミントのいい香りです。もうこれでね、うがいをしたらミントのいいですよね。はい、口の中爽やかになりますね。はい、ミントの方を使わせていただいております。そのそうすごい設定なんですけど、うん、僕2週間自宅待機なんで誰にも会わないんですけど1日。でもね、自分すごい設定なんですけどやらせてもらってるんですけど、香り気になることありますから。その口臭動向もありますけども、うん、プラス本当にすっきり口の中に香りが行き届いて、台本書いてる時でも気持ちよく書けました。ありがとうございます。グリーンはスプラッシュシトラスミント、 ストラスミント、はい、あ、シトラス系の好きです。これそうですね、はい。あ、で黄色の方がライトハーブミント。
そちらはあのノンアルコールのタイプになってます。それぞれ香りも違いますね。あ、なるほど、はい、ノンアルコールタイプもあるんですね。はい、うん、ちょっと香りや甘みもに比べるとあの刺激が控えめになってます。あ、なるほどなるほど、あ、そういったタイプもあるんですね。こんなに種類があったら自分の好きな香り見つけられると思いますし、はいはい、確かにいい商品ですよね。でも鈴木さん、掲示板にはなかなか若い方に定着しないと書き込まれていましたよね。はい、なんで定着しないんでしょうか。あ、はい、私たちとしては、口臭ケアを通じて対面でのコミュニケーションを円滑にするっていったことを応援したいんです。なのでもっと多くの若い方に歯磨きと一緒にこのノニを毎日の習慣として使ってほしいんです。あ、確かに習慣にするっていうのは大事ですよね。はい、ただ現状では世の中の若い方が、あ、こういう時にマウスウォッシュ使ったらいいんだっていうシチュエーションをイメージできるご提案がまだまだできていないようで、なかなかこのノニオが習慣として定着していない方が多いようなんです。あ、なるほど。マウスウォッシュって確かにみんながみんな使うものじゃないイメージありますもんね。ヤシロくんもマウスウォッシュっていつ使うか実際のところ分かってないでしょう。キスぐらいしか思いつかないですね。おっとドキッとする発言。ちなみにそのマウスウォッシュ素人なんで、そのマウスウォッシュって聞いたら、うん、やっぱキスぐらいしか思いつかないですね。なんかね、なんかすいません鈴木さん。ちなみにこのノニオマウスウォッシュをどうやって PR してほしいか、ご希望などはありますか。あ、はい、実はスカイロケットカンパニーの皆様にお願いがありまして、はい、このノニオマウスウォッシュがもっと若い方に日常で使っていただけるようなラジオ CM を一緒に作っていきたいんです。ラジオ CM？ あ、ラジオ CM を作るんですか。はい。あれ、ちょっと美穂さん、これ思ってたよりも私かなりビッグプロジェクトの方向ですか。来ましたね。これは CM クリエイティブの腕の見せ所ですね。高まるわ。高まるわ言ってますけども、美穂さん、ラジオ CM 作るって一体どうしたら。任せてください。我が社には頼れるリスナー社員の方々がいるじゃない。皆さんから CM のアイデアを募集しましょう。なるほど、さすが美穂さん。ということで、ライオンのノニオマウスウォッシュをもっと皆さんに日常的に使ってもらえるようなラジオ CM コピーを募集します。ラジオ CM コピーとはいわゆる CM の台本のようなものです。ラジオ CM コピーはナレーションでも2人の掛け合い形式でも OK です。登場人物のイメージや世界観など自由な発想で大丈夫です。最優秀作品に見事輝いたコピーはオリジナル CM としてスカイロケットカンパニー内でオンエアさせていただきます。さらに Amazon ギフト券5万円分を進呈いたします。これは嬉しい。はい、応募はスカイロケットカンパニーの特設サイトから番組ホームページトップのクリエイティブ CM クリエイティブのバナーをチェックしてください。さあ、ラジオ CM コピーって例えばカップルが愛の言葉をささき合う、ささやき合うシチュエーションだったり、もう何でもいいわけですよね。ヤシロくん、これは考えがいがあるわね。え、あんだってあれ、今週も来たな。今週も来たなじゃない、そこじゃないだろ。これはね、はい、ナレーション形式でもいいということですし、2人の掛け合い形式でも OK ということですし、何だったら2人じゃなくてもいいってことかもしれませんので、あんまり深く考えずに、多分こういうのって1アイディアだけ浮かんでそれを整えるとかっていう本来作業があるんですけど、はい、そこもあんま考えなくて、ワンアイディアだけでも送っていただいて、で、一人何個でもいいんですよね、これって。もちろんです。どうなんだろう、一人。ってことは、やっぱり自由な発想で、いろいろね、書いて送ってもらうことですごい面白いのでできそうな気がしますよね。
本当鈴木さんだって、はい、ね、リスナーさんからしたら CM を、うん、実際流れる CM をね、こうやって考えてくってあんまりない機会だと思いますので、とっても新鮮でいいんじゃないかなと思います。鈴木さん、はい、いかがでしょうか。はい、ぜひよろしくお願いします。あと一つだけお願いなんですけれども、我が社で考えた商品コンセプトのいい息を合う時まで長時間口臭ケアノニオマウスウォッシュ、こちらの言葉をどこかに入れてうまくつないでいただけるとありがたいです。なるほど、わかりました。決めの言葉がいい息を合う時まで長時間口臭ケアノニオマウスウォッシュ、こちらを入れ込む形ですね。はい、わかりました。 CM の例も特設サイトにアップしますので参考にしてみてください。その他の情報も詳しくは特設サイトをぜひチェックお願いします。鈴木さん、ちょっと綾瀬はるかさんに似てますよね。え、本当ですか。はい、ありがとうございます。初めて言われました。レクボも可愛いです。あ、本当ですか。ずっと思ってました。はい、嬉しいです。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと頭の方に言っときゃよかったんですけど後半の方にぶっこんじゃいました。画面越しにくどくのやめてくださいね、本部長。すいません、やっぱ遠く離れてれば離れてるほどね、うん、くどきやすいというか、その実際に会うとそういうこと言えないんでね、はいはい、集中してくださいね。失礼しました。はい、ということで我がスカロケクリエイティブ、これからリスナー社員の皆さんとライオンさんのオリジナル CM を作っていきますので、一体どんな CM が出来上がるのかお楽しみに。スカロケ CM クリエイティブサポーテッドバイノニオ、ノニオの提供でお送りしました。スカイロケットカンパニー。さあ、お送りしたのは今月のスカレコ社員の歌です。ビッグママでベストフレンド。さあ、 CM クリエイティブ始まってリスナーの皆さんにオリジナルの CM を作っていただこうとなりました。毎日例えば掲示板で案件を書いてくださっていたり、放送を聞きながらハッシュタグスカルケをつけていろいろとつぶやいてくださっているので、書く作業を考えることとかもリスナーさん得意なんじゃないかなと私は勝手に思っているんですが、どんな発想が届くのか個人的にも楽しみにしていますし、実際に共同作業として作り上げたものがこうして電波に乗ってオンエアされるということもすごく楽しみです。ぜひ詳しいこと特設サイトに書いてありますので、まずはそちらを覗いてみてください。さあ、そして本日の議題、みんなの知らないところで案件、密かにこれやりました。まだまだ皆さんからのメッセージ募集しています。この後7時台もぜひお付き合いください。タイヤの品揃えならイエローハット、タイヤの取り付けならイエローハット、タイヤで選ぶならイエローハット。7時です。東京 FM スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。時刻は7時を過ぎました。秘書の浜崎美穂です。ムシムシした日が続いております。湿度もかなり高いです。汗なんかが止まらない。少し体動かしたりとか、うん、お風呂入った後なんかになかなか止まりませんけどもね、ちょっとこういう時は美味しくビールなんかも飲みたくなっちゃいますけども、はい、ちょっとね、飲食店では今なかなかアルコールの提供難しいと思いますので、黙食で、一品食べたりとかテイクアウトしながら、お家帰ってですね、美味しいご飯食べてこう一本飲むっていうのもいいんじゃないかなと思いますし、ね、7時を過ぎておりますので、時短営業の方々、残り1時間でございます。少しでも儲けていただけたらなと思います。はい。さあ、ということで、ここからはこのコーナーのお時間。
スカロケ一番絞り、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番絞りの提供でお送りします。毎週火曜日にお届けするのはお仕事失敗でも乾杯。どんなに注意していても時に失敗してしまうこともあるはず。まさに失敗してへこんでいる皆さん、過去の失敗を引きずっている皆さんと本部長が一緒に乾杯して元気を取り戻すコーナー、それがこのお仕事失敗でも乾杯です。ラジオの前でへこんでいるあなた、一緒に乾杯して元気出していきましょう。それでは本日の失敗メッセージです。埼玉県33歳女性、専門職の吉江さん。吉江さん、以前ハンバーガー屋でバイトしていました。そのお店は月曜が定休日だったのですが、バイトを始めて3ヶ月くらい経った頃、日曜日のバイト中に電話で、明日のお昼にチキンバーガーを12個の予約注文を受けました。でも私は何を思ったのか、お店には火曜日のお昼と伝えました。しかし日曜日の明日は月曜日、定休日です。気づいた時には時すでに遅く、お客さんは定休日と知らずハンバーガーを取りに来たらお店が閉まっているし、火曜日にはチキンバーガーを12個作らせてしまうし、大反省しました。慣れって怖いですよね。確認って本当に大事です。当時の店長、本当にすみません。これ結局どうなんだろう、取りに来ちゃったという意味の文章なのかしら。取りに来たみたいですね、この様子からすると。そして火曜日にはチキンバーガー12個作らせてしまったということなのかしら。はい、どちらも怖っ。やっちゃいましたね。やっぱり何か慣れてきた時の落とし穴ありますよね。よくここの失敗でも乾杯のコーナーでも話しますし、皆さんからの書き込みを聞いてて見てて思うことは、仕方ないことだと思うんですよね。慣れって怖いって言いますけど、やっぱ慣れるって大事ですし、はい、やっぱり注意して何か仕事を身につけようと思った時に、これぐらいの注意してたらこれはできるんだっていう風になって、それってすごく疲れる作業じゃないですか。でだんだん疲れなくてもそれができて視野が広がっていくわけで、はい、その途中だからステップアップする段階において必ずミスがつきものなんだなと思いますね。もちろんそこでミスしないに越したことはないんですけども、はい、この3ヶ月とか1年とか、ね、3年とかよく出てきますけど、はい、ここはもうだから成長期なんでしょうね、逆に言うと。そのタイミングでやってきちゃいますもんね。これはもうどうしていいかね。確かにちょっと前のことだとはいえ、今思い出してもね、背筋が凍るような気持ちになるんじゃないかなとは思います。はい、それでは本部長、このラジオネーム吉江さんのために元気の出る乾杯コールをお願いします。たくさん反省してたくさん謝ったことだと思います。でもこれはですね、ステップアップのための一つだったんじゃないかなと思います。今日ラジオの前で失敗してしまった方もたくさんいると思います。たくさんいるんじゃないかなとは思いますけども、反省できるところは反省して、直せるところは直しながらもですね、同じミスを繰り返さないことが大事なんじゃないかなと思います。ということで、失敗でも乾杯。さあ、今日失敗してしまった人もいると思います。周りに迷惑かけてしまってですね、自分の気持ちだけでは整理できない部分もあるかもしれませんけども、明日また取り返す機会があれば、全力で取り返すという気持ちを切り替えることも大事だと思いますし、辛い時はですね、一人で、抱え込むのじゃなくて、会社の人で相談できる人がいたりとか、甘えられる人がいたら寄りかかることも大事なんじゃないかなと思います。会社の人に言いづらいことであれば、パートナーだったりとか友達とか家族とか言える人、そういう身近な人で言いづらいことであれば、ネットでも何でも利用してもいいんじゃないかなとは思います。お聞きいただいているのはですね、ホームカミングスでヒアということで、使
カロケ一番しぼり、お仕事失敗でも乾杯では、本部長に聞いてほしい失敗エピソードを募集しています。メッセージが採用された方にはキリン一番しぼり1ケース 350ml 缶24本入りをプレゼントします。スカイロケットカンパニーの公式ツイッター、ウェブサイトをチェックしてみてください。スカロケ一番しぼり、やっぱりビールは美味しい、嬉しい、キリン一番しぼりの提供でお送りしました。さて、毎週火曜日はジョグリスインフォメーションと題して、ランナーさんたちに向けて様々な情報をお伝えしています。東京 FM の地下1階半蔵門ランナーズサテライトジョグリスは、皇居の目の前にあるランナーのためのシャワーとロッカーの施設です。ジョグリスでは店内にてサロモンの充実したレンタルグッズを取り揃えております。 T シャツやランニングパンツのほか、ランニングシューズもランナーのレベルに合わせて数種類ご用意しておりますので、突然走りたくなった方でも大丈夫です。また数に限りはありますが、雨用のシューズもレンタルできますので、ぜひお気軽にランニングをお楽しみください。シューズごとに履き心地や走った感覚など変わってくるので、ジョグリスでいろいろ試してお気に入りのシューズを見つけてくださいね。店内ご利用の際は引き続き感染症対策のご協力をお願いいたします。ホームページや各種 SNS はアルファベット大文字で JOGLIS ジョグリスで検索してください。ソニー散歩、私は車、私の一週間は、日曜日スーパーへ買い出し、月曜日車庫、火曜日車庫、水曜日車庫、木曜日も金曜日も車庫、土曜日はドライブか車庫。だから私のご主人様は、保険料は走る分だけのソニー損保の自動車保険。走る距離に応じて保険料が決まるから、走る距離が少ないほどお得になるのがいいんだな。安心をもっと安く、ソニー損保。スカイロケットカンパニーです。さあ、ここからはリモートでゲストの方をお迎えしてお話ししていきます。本日のゲストは木山商店の両者さん、大ちゃんさん、マストさんです。よろしくお願いします。どうも、木山商店です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、木山商店さん3人とも今日はリモートでの出演なんですけども、はい、同じところからですね、カメラつないでいただいていて、なんと僕たちからズームで分かりやすいようにですね、内輪に名前を書いて持ってください。はい、初めまして。初めまして。見えます？名前見えますか？バッチリ見えております。あ、嬉しい、ありがとうございます。はい、さい。はい、さい。嬉しい。カリヨシと仲良くさせていただいてて。はいはい。そうなんですよ。こう、ハイサイ、すごい使うじゃないですか。はいはい。ハイサイって、どういった意味入ってます？一個じゃないですよね。こんにちはだけじゃないですよね。なんか。あ、おうみたいな。おう。おう。あ、なるほど。なんか、お別れの時も使います？お別れは使わないんじゃないですかね。ハイサイは。あ、会った時ですか。実は沖縄にお別れの挨拶がないんですよ。沖縄は。それはどうせまた会うからみたいな意味なんですかね。多分そうだと思います。後からなぐらいですね。後でね。後からな。あ、後からな。普通は後からなって言われたら、あの沖縄の以外の方は、え、後ってあと何時間後に会うのみたいな。思います。え、だってそれ別れ際に言われるんですよ。そうなんですよ。別れ際に、じゃあ後からなって言って置かれるんです。それがさようならみたいな感じですね。はあ、確かに。
こう言葉の意味わからなくて、いやいや散々あって後でまた会うのっていう感じ。そうそう、こんな感じになっちゃいますよね。はいはいはい、はい、ただ廃材はじゃあ会った時なんですね。そうですそうです、基本的には。なるほど、わ、はい、かりました。そして今日初登場ということですので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではプロフィール紹介させていただきます。石垣島出身の兄弟、いとこで結成されたエンタメバンド。バンド名は3人のおばあ様が石垣島で営まれていたお店の名前に由来しているそうです。ココが作詞作曲もこなし、生み出される楽曲は身内ネタ満載の愉快なコミックソングをはじめ、バラードからアッパーチューンまでバラエティに富んでおり、老若男女問わず幅広い世代に支持されています。そして先月4月28日にミニアルバム赤さたなをリリースされました、キーヤマ商店の皆さんが本日のゲストです。まずはですね、ミニアルバム赤さたなリリースおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そして今プロフィールにもいろいろありましたけども、実際のおばあ様がやってたお店ってことですか？はい、そうなんですよ。もう5年前に閉めましたけど、はい、はい、ずっとあの檜山商店というお店を営んでました。5年前に閉めたってことは、そのアーティストとしての檜山商店がデビューした時は元祖檜山商店はまだあったってことですか？はい、ありました。それっておばあちゃんからしたら、いや、そのなんつうの、終わってから継ぐとかじゃなくて、いやいや複雑な感じじゃないですか。いや、あの僕が最初結成した時にはい、あの1日で解散する予定だったんですよ。あ、なるほど。まあ企画、本当企画ものでバンド組んだので、はいはい、全然ばあちゃんとかにも内緒で、うん、はいはいはい、別にばあちゃんの店の名前でいいんじゃないってつけたのが、なんかあれよあれよとボボボボって広がっていったって感じです。なるほど。だから兄弟といとこでっていう、その身内でやるのも、その別に長くやろうとかってことじゃなくて、本当にじゃあ企画ものでやろうとしたから、そういうね、身内で3人で、しかもじゃあばあちゃんの名前でと思ったら、こんな長くやるつもりなかったんですね。そうね、よくね、そう、全くなかった。はい、それで身内だからこそ分かることもあれば、他のメンバーとかと組むよりも、はい、なんかリスクも高いじゃないですか、身内って。ああ、うん、はい、まあそうですか。なんか、いや、本当にやる気なかったです。だから、あの音楽をやめるといった両さ、一番上の兄の、はい、思い出作りにやったんで。なるほど。もう音楽やめるって言ってたんですよ。はい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 。俺はもう実家に帰って実家を手伝うとか言ったんですけど、いま、うんうん、だに実家に帰ってこないんですよ。わって本当に、はい、音楽なんかじゃあ変える変える詐欺だけ長年続けて、はい、そうなんですね。で、親戚一同からしたらね、実家に帰るどころか他のね、甥っ子め、うん、甥っ子や孫なんかも引き連れちゃって。そうですよ。そうそうそう、そうです、はい。でも実際それ企画として始まったとはいえ、活躍なさってくこの過程で、やっぱりこう周りの方々の反応というかリアクションは変わりましたか？いや、やっぱりあのばあちゃんがものすごく喜んでくれて、あのこの檜山書店にあの取材とかも、沖縄のねテレビ局とか、はい、いろんなところから取材が来て、ばあちゃんが一躍有名になるっていう、なんかあと見知らぬ親戚がいっぱい増えましたね。何がですか？見知らぬ親戚出た。見知らぬ親戚、下の頃から親戚だよっていう話を全国各地に行ったら言うんですよ。俺も親戚なんだぞお前んとことっていうね。おいちゃん、はい、おばちゃんが増えてくるやつね。そうなんですよ。いや、だけど自分の人生に置き換えたら、こうね、商売というかお店やってて、よもや、こうね、年重ねてって、自分の孫たちがそのお店の名前使って活動してくれるなんて、こんな嬉しいサプライズが、人生の中盤、まあ以降って言い方失礼になりますけど、いや、そこ、俺そこで待ってるって、マジでばあちゃん嬉しいでしょうね。まあ、一番喜んでるのはばあちゃんですよね。はい。うん、いや、本当そうですね。もうなんていうんですか、結成の
こう秘話だったりとか、その成り立ちもちょっと普通のね、アーティストさんとは違うから、このお話だけでも十分ずっと聞けちゃうんですけど、はい、ただ今回はミニアルバム赤サタナということで来ていただいていますし、はい、あの5曲入りということでございまして、1曲目からも、金山の赤サタナ、これ推し曲でございます、入っておりますけども、はい、赤サタナ浜やらはでこう行くのかなと思いきや、うん、もう全部行くじゃないですか、51音はいはいはい、あいうえおから始まって、だいたいこういう曲ってあんま聞かないけど、もしあったとしても、うん、まで行って終わるのかなと思って聞いちゃったんですよ、はいはい、そしたらもうそこでは終わらないんですね。そうなんです、石垣島の方言にはんから始まる言葉もあって、はいはい、そうなんですよ、だからあのしりとりで負けがないんですよね、だから、なるほど、うん、でも終わらないし、そしてさらにそこからちゃんと楽曲としてメッセージもついてて、はいはい、そうなんです、はい、そして5曲聴かせていただいて、でもやっぱりなんかパワーがすごい、プラスのパワーに溢れてますよね。ああ、嬉しい、ありがとうございます、むちゃくちゃ元気出ました、うん、あ、それは言ってもらえると嬉しいですね、うん、で今日できれば1曲とは言わずに2曲ぐらい行きたいんですけど、うん、行きたい、こう行きたいですよね、行きたいですね、この1曲目はもう赤サタナから行っちゃってもいいですか、はい、お願いします。でちなみにこちらはあの3人は作詞作曲それぞれもなさるということですけども、この赤サタナはどなたが、うん、これはやっぱり今回プロデューサーがですね、ナオト・インティライミがプロデュースしてくれて、あ、そうですね、名優ナオト・インティライミさんによるプロデュース、はい、もう20年来の付き合いで長く、友達をしてて、はい、いつかなんか音楽制作できたらいいねっていうことを言ってたんですけど、なかなかできず、今回やっと初めてこの一緒にやることになって、まずどういうのか作ろうかって言った時に、やっぱり直人から、いや赤サタナ面白いよ、木山のっていうことで、はい、そういう案があって、はい、でそこからこう作り上げてた感じですよね。なるほど、はい、止まったけど大丈夫ですか、大丈夫です、すいません、失礼いたしましたそれでは曲紹介の方言っていただいてもよろしいでしょうか、すいませんでした、はい、大丈夫です、はい、お願いします。じゃあ金山商店で金山の赤サタナ、さあということでお聞きいただいたのは金山商店で金山の赤サタナでした、ありがとうございます、最高ですね、ありがとうございます、まずスタッフさんから音源を送ってもらって聞いてて、で、はい、わーノリいいな、素敵だな、ちょっと歌詞も知りたいし、ちょっとね沖縄の言葉なんかも入ってんのかなって聞いてて思ったから、ちょっと分かんないから歌詞を送ってって言って、おい送ってもらって見たけど、はい、見ても分かんない歌詞結構ありますよね、そうで、うん、あ、横に日本語書いてある、日本語って言い方ごめんなさいね、その訳ですね、訳が、はいはい、うん、訳が書いてあるっていう風に思って、あ、なるほど、こういうことを歌ってんのかとか思いながら見させていただいたりもしましたけども、はい、ね、1曲目からこの赤サタナでノリもいいし、うん、なんか言葉遊びかななんていうふうに思って聞いてたんですけども、やっぱり今で終わった後の伝えていきたい言葉があるって言われた時に、ぐっと、あ、これが1曲目に入ってる、今回のこのなんか木山の商店のこのなんていうんですか、うんうん、このミニアルバムを伝えるぞっていう気概みたいなのが明るく強く入ってきて、うん、いや嬉しいですよ、聞いてくれてる、はい、なんかこの後半のここに来てぐんともう一段階熱量上がりますね。あ、嬉しいです。今はもうこれ僕らが本当に普段使ってる言葉たちなんですよ。あ、生活の中で。そうです。石垣島の方言だったりとか、はい、はいはいはい。今の子供たち、僕らももちろん子供いるんですけど、もう今の子供たちってもうこの方言がわからないんですよね。あ、使わないですか、今の子たち。使わないです。もう本当に標準語に近い言葉ばっかり使うんですよ、今。へー。
なのでやっぱりこの子どもたち、その下の子どもたちたちね、にもこれからもずっとやっぱり方言っていうのは大事に使ってほしいなって思いながらやっぱり書きました。あ、そういう意味も含めてなんですね。そうなんです、はい。なるほど。で、僕らの大冒険へと続いて、チルチルと読み方で合ってますか、3曲目は。チルチルがあって、そして海に行こうがあって、あの言葉があります。で、あの言葉が少しまたこう他の楽曲とテイスト違ったりもしますし、かけたいなって気持ちもあれば、うん、僕はこう元気な状態で僕らの大冒険でもいい気もすれば、うん、チルチルなんかのね、やっぱこう沖縄の音楽とレゲエって相性むちゃくちゃいいんですね。めちゃめちゃいいですね。やっぱ三振の音とこのレゲエのリズムって合うんですよ。合いますよね。ものすごく合うし、言葉の乗せ方も合うんですよ。裏打ちって言うんでしたっけ。そうです、そうです、裏打ち、裏打ちです。共に裏打ちですか。そうです、沖縄もそうですね。レゲエも、レゲエも、はあ、だから聞いてて違和感もなければ心地いいんだけど、どっかやっぱこう組み合わさってるミックスされた感じが新しいっていう空気もあるし、ありがとうございます。で、僕が学生時代に聞いてたあのボブ・マーリーの名曲なんかも一節ちょっと入ってきたりとかも、はいはいはい、そうなんです。 ねあったりもするし、はい、秘書はどうですか、うん、聞いてアルバム、あ、何聞きたいとか、どの曲がとか含めて。あの言葉はやっぱり最後まで聞いてほしいなっていうのもありますし、うんうん、チルチルは本当に、あ、BGM が波の音っていうのをこうなんていうか想像しながら、すごい本当チルになって聞いてたので、うんうん、この時間帯はどうですかね、本部長。もう、どれを届けても時間帯ね、確かにね。はい。7時台ね。夜の7時台。どれなんだろうね。昼の FM だったらね、うん、チルチルもいいかなって気、確かにあるね。うん、ええー。はい、どうですか、その3人からしたらこの時間帯だったらっていうこと考えても、まあ何でもいいんですけど、どの観点から選んでもいいんですけど、うん、そうです。でも、あの言葉最後まで聞かないとわからないってもあるから、ね、で、僕らって木山書店ってなかなかバラードをしないんですよ。はい、今までこの7枚アルバム出してきてるんですけど、今回ね、はい、でやっぱりプロデューサーの直人が、いや、一度もう一回これバラードを、しかも妻に向けての感謝の気持ちをとりあえず書いてみようっていうことで、うん、書いた曲で、ちょうど今ほら晩ご飯時間でみんな家族いるんじゃないですか。はいはいはい、多いです多いです、うん、そういう方も、だから、はい、こうちょっとこの奥さんに感謝の気持ちっていうのを多分ね、いいんじゃないですか、ね、これ言ってほしいね、パートナーだったり、はい、一緒に多分ご飯食べてるって聞いてるとか多いと思いますから、はい、はい、あの言葉でいきますか、ぜひぜひ、うん、聞いてほしいですね。うん、言えた、言えましたよ。英語で、英語です、英語で日本語では言ってないです。言ってない、これね、まあ10年後ぐらいにもう一回バラードが出て、そこで初めて日本語で言うのかもしれないけど、これいいですね。いやでも聞きながら今ね、リモート、僕は歌詞携帯で見ながらなんかまた改めて聞いてましたけど、秘書もニヤニヤしながらね、やっぱ言いそうで言わない歌の一番二番声ながらくすぐったそうに過ごしてましたね、秘書。すごい刺さりますよね。嬉しい。ね、で、やっぱり最後言えた時にこう、わーって気持ちになりますね。なります。拍手しちゃいましたもん。よかったって、もうそれは言った側のこうね、言う勇気もそうなんだけど、やっぱ言われた側がもらえた時のその大事さの方が大きいというか、うん、まあもうこの曲を妻に聞かすのが恥ずかしい。ちょっとまたあのね、発売もうちょっと遅れてくれないかなって。え、実際ね、聞くぞっつって、うんうん、実際言ったことないですか、プライベートでは。あんまりないです、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 ないないですね。いや、だからこそまたこの歌がリアルなんでしょうね。うん、ああね、そうですね、本当の本当の話だもんね。だからあのそれぞれの妻からの感想はまだ聞いてないですよ。はい、あ、まだですか。まだないです、ね。いや、聞いてとも言えない、ちょっと聞いてみてっていうのも恥ずかしいしな。確かに確かに、感想聞かせてってそんなやぼったい話しないですもんね。そうなんそう、一番この車で2人で乗ってる時に、うん、この曲がかかってきた時の気まずさ。そうね、気まずさね。あります。
なんか家族で見てる映画でおっぱいが出てきたぐらいの時なんで、そんな感じなんですよ。あの なんと消すのも違うし、はい、そうなんです、そうなんです、わかる、はい、すいません、変な例えをいらないところで本当ですね、他にも例えあったような、すいません、大正解ではない。さ、早いんですけどもう終わりなんですよ。早い、たっぷり2曲流してもらってありがとうございます。いやいや、すいません、あの2曲流させていただいた分、用意していていただいたトークをほぼ喋らずに終わりました。もう曲が何よりです。すいません、ということでそろそろ、終わりなんですが、木山商店の皆さんのことを知りたいというリスナー社員はどうしたらよろしいでしょうか。あ、僕ら木山商店なんと YouTube もやってます。あ、そして、はい、TikTok もやってるんですよ。はい、で木山商店で検索してくれれば SNS なんでホームページとかでいろいろ調べられますんで、 YouTube、TikTok 調べてください。お願いします、ぜひ。お願いします。はい、そしてミニアルバム赤サタナ発売中です。こちらもチェックしていただけたらなと思います。はい、それでは最後になりました、ラジオの前のリスナー社員たちに一言お願いします。はい、木山商店初めての方もたくさんいらっしゃると思いますけども、この今このコロナ禍の中ですね、この曲を聴いて元気を、皆さんに、ね、届けていきたいなと思っております。でこれでまた沖縄石垣島、今行けないじゃないですか、なかなか、これを聴けばもう石垣島に行った気分になれる一枚になっておりますので、ぜひとも皆さん聴いてください。お願いします。本日のゲスト木山商店の皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。スカイロケットカンパニーです。東京 FM から生放送、スカイロケットカンパニー本部長のマンボウヤシロです。秘書の浜崎美穂です。さあ今日はみんなの知らないところで案件、密かにこれやりましたでございます。はい、では神奈川県41歳男性、会社員の綾野パパさん。綾野パパさん、去年の夏から500円玉貯金しています。妻は500円玉貯金をやっていることは知っていますが、来年の結婚10周年のためだとは知りません。まだ5万円くらいしか貯まっていませんし、使い道は決めていませんが、備えあれば憂いなしの精神で頑張っています。奥様知らない、どれくらい貯まってるのかしら。今がちょうど5万円くらいで、あ、5万円ぐらいって書いてある、すいません失礼いたしました。はい、あー、そうですか、いいですね、うん、ここからまたこれはあのね、密かにこれやりましたっていうので、こうあんまり良くないことだったりとか見つかっちゃうと怒られちゃいそうなこともありましたけども、はい、こうね、誰かのためにという書き込みもいくつもありましたけども、やっぱそういう密かにっていうのはなんか聞いてるこっちもすごく素敵な気持ちになりますね。いいですよね。はい、うん、ではそれでは今日最後でございます、秘書あやのパパさんにハーマンコ。どうも、東京 FM から生放送、スカイロケットカンパニー、引き続き東京 FM でお楽しみください。お聞きいただいてるのはグリーンで竹店です。なんか今日の案件がこっちに行くとあんまり思ってなかったですね。ああ、密かにやっていること、うん、はい、密かにやっていることでもっともっとこうなんかこそこそとこう良くない方向の話でキャッキャするような、まあ、そういった書き込みもございましたけども、なんか確かに大事な人に気づかれないように何かこう、密かに準備をするって大事ですし、もしかしたら人生そのものがこの状態なのかもしれないですね。ずっと大事な人のために密かに何かを準備し続けてるだけの人生なのかもしれないですね。うん、ちょっとグリーンのせいで少しエモい気持ちになってます。ありがとうございます。でかいですね。では最後のご挨拶しましょうか。はい、うん、それでは本部長、今日も一日お疲れ様。